カート・ワーナー、カーティス・ユージーン・ワーナー、カーティス・ユージーン・カート・オーナー、1971年6月22日イは、アイオワ州バーリントン出身の元アメリカンフットボール選手。ポジションは、QB、1999年、2001年と、レギュラーシーズンに MVP に選ばれ、第34回スーパーボールでも MVP に選ばれた。年には、 アリゾナカージナルスを初のスーパーボール第43回出場にいた。スーパーボール史上非試合のパス獲得ヤード記録の上位3つを占めている。また QB レーティングでもスティーブ・ヤング、ベイトン・マニング、トニー・ロモ、フィリップ・リバースなどに次ぐ記録を残した。またチャド・ペニントンに次いで歴代2位のパス成功率65.4%の成績を残している。 2009年のジャクソンビル・ジャガーズ戦では NFL のレギュラーシーズン記録となるパス26本中24本を成功させパス成功率92.3%の成績を残したプレイオフでトム・ブレービが作ったパス28中26本成功が NFL 記録2010年1月29日に現役引退を発表した時給5ドル50セントのアルバイト生活から スーパーボール王者にまで駆け上がったシンデレラストーリーは多くの人々に感銘を与えた。NCAA2 部の北アイオワ大学で4年生時にやっと先発の座をつかむも NFL ドラフトでは全く相手にされず1994年にグリーンベイパッカーズとフリーエージェントで契約したもののブレッドファブ、マーク・ブルネル、ハイズマン賞受賞のタイデトマーがいたパッカーズでは ロースターに残ることはできなかった。当時の QB コーチである、スティーブ・マリウッチは、ワーナーに、君には、潜在能力が十分にあるが、NFL の QB となる準備ができていないと話した。その後3年間は、スーパーマーケットので、時給5ドル50セントのレジ打ちや、母校の北アイオワ大学でのアシスタントコーチなどで、生計を立てながら、 他のチームのトライアウトに参加する機会を待ったいずれのチームからもチャンスは与えられず、1995年にアリーナフットボールリーグのアイオワ・バーンストーマーズに入団した。1996年、1997年にチームをアリーナボールに導きリーグのファーストチームに選ばれた。この間、 1997年にシカゴベアーズのトライアウトを受ける機会があったが右肘を故障していたための機会を逃した。アリーナフットボールでの経歴は短かったが彼はアリーナフットボールリーグの偉大な20人の選手に選ばれ12位とされている。1998年にセントルイスラムズと契約 NFL ヨーロッパのアムステルダムアドミラルズに派遣された彼はタッチダウンパス。 パス獲得ヤードでリーグトップとなった。この時彼のバックアップにジェイク・デロームがいた。トニー・バンクス、スティーブ・ボノに次ぐ第 3QB と評価されており彼の出番はほとんどなった。シーズン終了後、バンクス、ボノが解雇され、ラムズはトレント・グリーンを獲得し、先発 QB に指名、ワーナーは第 2QB となった。プレシーズンゲームでグリーンが故障し、 先発の座が転がり込んだ。開幕から3試合連続で 3TD パスを成功させ4試合目で13シーズンで12回地区優勝を果たし、ラムズとの直近の18試合で17勝を挙げているサンフランシスコーティナイナーズとの対戦を迎え、この試合で最初の3回のシリーズをすべて TD で終えて、最終的には 5TD パスを成功し42から20で勝利、チームは 開幕から4連勝を果たした。開幕前注目を浴びていなかった。彼は、スポーツイラストレーテッドの10月18日号で、カバーを飾り、フルイズ・ディズガイと、キャプションがついた。RB のマーシャル・ホーク、WR のアイザック・ブルース、トリー・ホルト、アズ・イコール・ザ・ヒル・ハキム、リッキー・プロールのサポートもあり、彼は、パス成功率65.1%で4353ヤードを、 獲得41タッチダウンパスを決めて MVP に選ばれた。ダムズの攻撃陣はと呼ばれ1999年から2001年まで3年連続で500得点以上を上げた。これは NFL 記録であった。プレイオフでもチームは勝ち上がり、第34回スーパーボールで彼はスーパーボール記録となる414ヤードのパス獲得を記録。 残り2分ほどでアイザック・ブルースへの73ヤードの勝ち越し TD パス決めた。スーパーボール MVP とシーズン MVP の同時受賞はバートスター、テリー・ブラッド賞、ジョー・モンタナ、エミット、スミス、スティーブ・ヤングに次いで6人目であった。2000年は開幕から6試合連続で300ヤード以上のパスを投げた。これはスティーブ・ヤングに次いで 史上二人目の快挙であった。また六試合では合計19タッチダウンパスを投げていた。シーズン中盤に右腕の負傷でグリーンに先発の座を一時譲ったがこの年ワーナーとグリーンは二人合わせて5232ヤードを獲得。ダンマリーノが作った一シーズンのパス獲得ヤード記録5084ヤードを上回った。 一方、非インターセプト率は前年の2.6%から5.2%と増加した。またディフェンスが弱かったためチームは前年のような活躍を見せられず、ワイルドカードプレイオフでニューオーリンズ・セインツに敗れた。オフシーズンにチームの先発守備選手11人のうち9人が解雇され、QB のトレント・グリーンもカンザス・シティ・チーフスにトレードされた。2001年。 彼は自己ベストの68.7%のパスを成功させてリーグトップの4830ヤード、ダンマリーのドリューブリーズに次いで NFL 歴代3位を投げて36、タッチダウンパスを投げたが、非インタセプトも22回と自己最多となった。チームは開幕から6連勝しリーグトップの14勝2敗でシーズンを終えて、 第36回スーパーボールに出場を果たした。2年ぶりのシーズン MVP にも選出され、前年選出されたマーシャルフォークも含めて、ダムズの選手が3年連続受賞となった。スーパーボールでは365ヤードを獲得し1、タッチダウンパス、1タッチダウンランを挙げたが、ニューイングランドペートリオッツのビルベリチックコーチのゲームプランにはまりインターセプト2回を与え3から17、 とにタッチダウン差のリードを許した。その後も反撃を見せて、自身の q b スニークによる1ヤードのタッチダウンラン、リッキー・プロールへの26ヤードの TD パスで第4、9終盤には同点に追いついたが、アダム・ビナ・ティエリの決勝 FG が死終了と同時に決まり17から20で敗れた。ペイトリオッツはこの年も含めて4年で3回のスーパーボールを制覇した。 2002年には、開幕から3試合で 1TD パス、7ヒインターセプトと全不調で、チームは3連敗した。4試合目のダラスカウボーイズ戦では、右手の指を骨折し、シーズン終盤に復帰し2試合に出場したがいずれの、試合も落とし、右腕の骨折により故障者リスト入りした。それまでの QB レーティングは103.4であったが、この年はわずか67.4で終えた。 2003年の先発 QB には早々に指名されたが、ニューヨークジャイアンツとの開幕戦では6回のファンブルをしてしまい、翌週からは前年彼の故障していた、好成績を上げていたマーク・バルジャーが先発 QB となった。2004年6月1日にラムズを解雇されたが2日後にニューヨークジャイアンツと2年契約を結んだ、トム・コフリンヘッドコーチから先発 QB に指名された。 最初の7試合を5勝2敗で終えたが、その後に連敗して5勝4敗となった、シーズン中盤から、先発 QB の座を同年に NFL デビュー、したばかりのイーライ・マニングに奪われた。マニングが先発した試合では、無は1勝6敗に終わり6勝10敗でシーズンを終えた。2005年にアリゾナカージナルスと1年400万ドルで、契約を結び移籍した。 ヘッドコーチのデニス・グリーンに先発 QB に指名されたが、怪我もあり6試合を欠場した。彼の欠場している間、元先発 QB の女子マカウンが代わりに出場した。この年11月20日には、セントルイスラムズと対戦し285ヤードを投げ3本の TD パスを成功させる活躍を見せて38から28で利した。2006年2月14日に、 チームと3年契約を結んだ。この年、第3週の試合で、パス獲得通算2万ヤードを、ダン・マリーノに次ぐ、歴代2位の77試合目、マリーノは76試合目で、達成で達成した。第4週の、第4球にグリーンヘッドコーチによって待ったライナートと、交代させられそれ以降控え QB となったが、第16週でライナートが肩を負傷して退場した、ため、第16週、 第17週とプレーした。2007年、開幕からライナートが先発したが、第3週のボルチモア・レイブンズ戦、6から23と、リードされた第4球にリリーフとして出場、パス20本中15本を成功させ258ヤードを獲得2 TD パスを決める、猛反撃で同点としたが最後は相手に、決勝 FG を決められて、試合に敗れた。 9月30日のピッツバーグスティーラーズ戦でも、ライナートをリリーフし、パス21本中14本を、成功、132ヤードを投げて 1TD パスを決めた。その後第4球に、ライナートがフィールドに復帰し、1TD を上げた。ライナートが、故障者リスト入りした後、彼は先発 QB としてプレーした。11月25日のサンフランシスコ 49ers との試合では、 自己ベストの484ヤードを投げたが延長に入った後、エンドゾーンでボールをファンブル、タリー・バンタケーンにボールを拾われ、TD を許し31から37で敗れた。最終的に11試合に先発出場、3417ヤードを獲得、27TD パス、17非インターセプトの成績を残した。 QB レーティングは89.8と2001年以来の高成績であった。2008年シーズンも開幕までライナートと先発の座を争ったが8月30日にケンウィゼンハントヘッドコーチから先発 QB に指名された。12月7日のラムズ戦で34から10と勝利し、チームは地区優勝を決めて1998年以来のプレーオフ出場を果たした。 カージナルスが地区優勝したのは1975年以来、プレイオフでのホームゲームは、シカゴにチームがあった1947年に NFL チャンピオンシップゲーム以来のことであった。12月16日には、翌年行われるプロボールの先発 QB となることが発表された。このシーズン、パス成功率67.1%で4583ヤードを、 投げて 30td を上げる活躍を見せた。1月3日のアトランタファルコンズ戦で、パス32本中19本を成功させ、ラリー・フィッツ・ジェラルド、アンク・アン・ボールディンへの td パスを決めるとともに、ディフェンスがファンブルリカバー td、セーフティを奪い30から24で勝利した。続くディビジョナルプレイオフのカロライナ・パンサーズ戦では、パス33本中21本を成功。 220ヤードを投げて 2td パス、1インターセプトの活躍を見せるとともに、ディフェンスが6個のターンオーバーを奪い33から13で勝利した。1月18日に行われたフィラデルフィア・イングルスとの NFC チャンピオンシップゲームでは279ヤードを投げ 4td パスを成功、インターセプト0でチームを初のスーパーボール進出に導いた。異なる2チームで、 スターター QB としてスーパーボール出場を果たしたのは第5回、第12回に先発出場したクレーグ・モートンに追試場2人目、カンファレンスチャンピオンシップゲームを異なるチームで制したのもアール・モラル・モートンに次いで史上3人目のことであった。2月1日に行われた第43回スーパーボールではピッツバーグ・スティーラーズに23から27で敗れ、 スーパーボールでの彼の通算成績は1勝2敗となった。前半終了間際にはエンドゾーンでジェームス・ハリソンにインターセプトを喫し100ヤードのリターン TD を決められた。破れ走ったものの彼はスーパーボール史上2位となる377ヤードを獲得、パス成功率72%で QB レーティングは112.3であった。 スーパーボール史上パス獲得ヤードの上位3位までを彼の記録が独占することとなり3回のスーパーボールで TD パスを成功させた QB としてリー・ブラッド賞、ジョー・モンタナ、ジョン・エルウェイ、トム・ブレーディに次いで史上5人目となったシーズン終了後フリーエージェントになりサンフランシスコ・フォーティナイナーズとも契約交渉をしたがカージナルスと2年契約を結び残留した 3月17日には、伝部の手術を受けて5月に行われるミニキャンプには参加しなかった。2009年9月20日の試合では、パス26本中24本を成功させ、パス成功率92.3%のレギュラーシーズン新記録を達成した。これまでの記録は1993年にビニー、テスタバーディが記録した91.3%だった。 11月1日のカロライナ・パンサーズ戦では、自己ワースト対記録となるコ・インターセプトを起死した。この試合で彼は、史上初となる2チームでのパス獲得1万4000ヤード以上の記録を作った。11月8日のシカゴ・ベアーズ戦では、自己ベスト対記録となるコ・ TD パスを決めて41から21で勝利した。11月15日のシアトル・シー・ホークス戦では、 キャリア200個目の TD パスを成功させ31から20で勝利した。11月22日のセントルイスラムズ戦で21から13と勝利したが、試合の前半にハードヒットを受けたに、脳震盪を起こし退場した。翌週のテネシータイタンズ戦は欠場することとなり、連続先発出場は41試合で途切れた。12月6日のミネソタバイキングス戦で復帰試算。 TD パスを成功させ30から17と勝ちし、NFL 史上2人目となる4試合連続で、QB レーティング120以上の記録を達成した。12月27日の試合で、フランター・ケントンに次いで、史上2人目となる2チームでの TD パス100回以上の記録を達成し1から10で、セントルイスラムズに勝利した。2010年1月10日のワイルドカードプレーオフでは、 グリーンウェイパッカーズのアーロン・ロジャースと投げ合いパス33本中29本を成功し379ヤードを投げて後、タッチダウンパスを決めて51から45で勝利した。この試合は NFL のプレーオフにおける両チームの合計得点記録となった。この試合ワーナーはパス不成功より TD パスが多いというプレーを史上まに見る記録を残した。この試合で彼は NFL のプレイオフ史上2位となる QB レーティング154.1をマークした。彼は NFL 史上2人目となるプレイオフ2試合で5タッチダウンパスを決めた QB 取った。AFL と NFL 合併後は初めての記録。1月16日に行われたディビジョナルプレイオフのニューオーリンズ・セインツでは前半にインターセプトされた後、 相手選手にタックルした際負傷し、サイドラインに下がった。後半に再びフィールドに戻ったが、第4級中頃には、ライナートと交代した。この試合でチームは14から45で敗れた。2010年1月29日に、現役引退を発表した。引退する理由としては子供たちや妻との時間をより、大切にしたいと述べた。2009年2月、 フィールド外での積極的な活動を評価され、ウォルタ・ペートン賞を受賞している。2012年2月、全米乳飲料加工業者連盟による、ゴッド・ミルク、牛乳、飲んだの広告発表に登場した。2017年2月4日、電動入りが発表された。6歳の時両親が離婚した。兄と共に父親に引き取られ、1年後に、 父親が再婚した際にもう一人の男兄弟が出来た。高校を卒業後、大学で後に妻となるブレンダと出会い二人は1997年10月11日に結婚た。ブレンダは海兵隊に所属し、ワーナーと結婚した時には離婚経験があり二人の子供がいる。彼女の両親は1996年にアーカンソー州の自宅が竜巻の被害に遭いなくなった。 現在二人の間には5人の子供がいる。2006年10月24日にワールドシリーズ第4戦で流された CM で ES 細胞の研究に反対する CM に出演した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。